ロボッツはターン性のコンピュータゲームである。プレイヤーキャラクターを追いかけて殺すようにプログラムされたロボットから逃げ、ロボット同士や障害物と衝突させて破壊するのが目的である。1970年代のマイクロコンピュータのプラットフォームで制作されたチェイスというゲームを源流とする。多くのバリエーションが存在するが、その中でも著名なのが、 ボビーパソコン上のエスケープやゾンビーズ、マコスのダーレックス、そしてユニックスのローボッツである。オリジナルのゲームの著者は不明であるが、1970年代初期にダートマス大学の DTSS で制作された可能性が高い。1976年初頭にクリエイティブコンピューティング誌に最初の公開バージョンが登場し、その後の数年間で様々な修正バージョンが、 登場した。ダーレクスとロボッツはどちらも1984年に登場し、ここからも派生バージョンが生まれた。BSD におけるロボッツのプレイ画面プレイ画面は長方形の二次元のグリッドである。プレイヤーキャラクターを殺すようにプログラムされた複数のロボットから逃げ切るのがゲームの目的である。ゲームはターン制である。オリジナルのバージョンでは プレイヤーのプレイ開始位置はランダムに決定される。GNOME バージョンなど一部の派生バージョンでは、プレイヤーはグリッドの中心からプレイを開始する。ロボットはグリッド上のランダムに選択された場所に配置される。プレイヤーキャラクターは任意の方向に一マス移動するたびに、各ロボットはプレイヤーキャラクターにできるだけ近づくように一マス移動する。 プレイヤーキャラクターがロボットと衝突すると、プレイヤーキャラクターは死亡し、ゲームが終了する。ロボットは、グリッド上の他のオブジェクトと衝突すると破壊される。チェイスから派生した初期のバージョンでは、グリッド上に障害物が複数設置されている。ロボッツから派生した後のバージョンでは、最初は障害物はなく、二つのロボットが衝突した時に、その場所に障害物ができる。 どちらの場合も障害物に衝突するとプレイヤーキャラクターもロボットも死亡する。プレイヤーはロボットが自身を追いかける性質を利用してロボット同士が衝突したり静止している障害物に衝突したりするようにプレイヤーキャラクターを移動させる。ロボットから逃げることが困難な場合にはテレポートすることもできる。テレポートは1ターンとみなされロボットは 移動先に向かって移動する。移動先はランダムに選択されるため、移動先でロボットや障害物に接触する可能性もある。一部のバージョンには、オブジェクトがない場所へ確実に移動する安全なテレポート機能や、近くにあるロボットを破壊できる近接武器機能を持ったものもあるが、いずれも使用回数は限られている。いくつかのバージョンではさらに戦車が追加されている。これは、 ロボットと同様に動作するが他のオブジェクトと衝突しても破壊されない。すべてのロボットが破壊されるとゲームクリアとなる。最近のバージョンではゲームをクリアするとよりロボットの数の多い次のレベルに進む。GNOME のロボッツではすべてのキャラクターが画像になっている。オリジナルのチェイスはダートマス大学の d t s s にてダートマスベーシックで書かれた。 オリジナルの著者は不明であり、オリジナルのソースコードは、所在不明となっている。クリエイティブ・コンピューティング誌の1976年1から2月号に、ビル・コッターが、オリジナルソースを、ハネウェル6000シリーズに移植した、ソースコードが掲載された。そのソースコードは1979年の、モア・ベーシック・コンピューター・ゲームズに再掲載され、メインフレーム時代のダートマス・ベーシック・ゲームの作者で、 ある Mac オングルズビ B が元の作者であったと示唆するメモが追加されたが、オングルズビ B はオリジナルのゲームの作者であることを否定している。このゲームをそのまま移植したものが同時代のコンピュータ雑誌に登場した。その中には SWCP-4K ベーシックや S-100 バスに VDM-1 カードを使用したグラフィカルバージョンなどがある。また、MAD COMP4 上で、 プラトシステムのチューター言語により、ヒボルツとして移植された。エスケーブとして知られるバージョンからは、多くの発生バージョンが生まれたが、この名前が最初に使われたのがいつであるかは不明である。その中の一つは、アナウンシング、コンピューターゲーム図詞に掲載された TRS-80 向けのもので、別の敵である戦車が追加され、テレポートの回数が2回に制限された。 エスケープの商用グラフィック版は1982年にサブロジック社によって発売された。このバージョンではプレイヤーが自身のキャラクターを動かさなくてもロボットが動くリアルタイムモードが追加された。クリエイティブコンピューティング誌のこのゲームのレビューにはオリジナルの作者がマック・オーグルズビーであると書かれている。ロボットマインフィールドとして知られるエスケープの 修正バージョンは1983年にティム・ハートネルとネイサン・ブッチャーによってリリースされた。このバージョンでは敵の数が4体に減らされ、戦車は廃止された。さらに、プレイヤーキャラクターは4方向にしか移動できないが、ロボットは斜めにも移動することができた。ゲームはリアルタイムモードのみであり、プレイヤーが熟考していると、ロボットが集まってきて、ゲームオーバーになってしまう。 このバージョンは1983年のジャイアントブックオブコンピューターゲームズで発表された。ユニックス版のロボッツは1984年11月にアラン・アール・ブラックによって開発された。1985年5月にネットニュースのニュースグループネットソースゲームズに投稿された。その後、ケン・アーノルドによって BSD に移植された。BSD 版のロボッツは 1986年6月に 4.3BSD で初めて登場した。ありがとうございます。